ここはトラバースタウンか。服も変わってる。ソラ、どこだソラ。アースラに襲われて海に落ちた後、確か鍵穴を開いたはず。するとここも眠りに閉ざされた世界。キーブレード、俺はあの時とっさにキーブレードを持っていた。もう始まってるんだな。ポータルを介さずこの世界に来ることができるんだね君は。お前は誰だ？僕の名前はヨシュア。ポータルというのは？人に物を尋ねるならまずは自分からさ。リクだ。こんにちは、リク君。ポータルは世界をつなぐゲートのようなものなんだ。どうやら今僕たちがいるこの世界はそっくりそのまま2つに分けられたらしい。それをつないでくれるのがポータルなのさ。世界を分けるって？僕たちは1つの世界を共有してるようで、実は人それぞれ自分の世界を持ってるだろう。それと同じさ、別に不思議なことじゃないよ。リク君って言ったね。君に手伝ってほしいことがあるんだ。いや、お前怪しいぞ。まあ話だけでも聞いてよ。ライムという女の子を探していてね。彼女はポータルの要なんだ。ポータルがあれば君の友達のソラ君とも会えるかもしれないね。ソラを知ってるのか？興味が湧いたようだね。でも残念だけどソラ君の居所はわからない。こちらの世界にいないのならもう一つの世界にいるんじゃないかと思っただけさ。ライムって子を探せばいいんだな。わかった、手伝おう。
ヨシアはなぜ奴らに襲われないんだ？ドリームイーターのことかい？あいつらは夢を持たないものを襲わないらしいね。おかしいよね。僕にも夢があるはずなんだけど。夢を持たないものを襲わない。じゃあ俺にも夢があるのか？夢を持たない人間はいないさ。僕の友達にも夢なんかないって言ってた子がいたんだけど、実際のところ彼は誰よりも強い夢を持っていたんだ。君は彼に似てる気がするよ。君の夢を形にしてみよう。この世界では夢の形はドリームイーターとなって君を助けてくれるんだ。見つけたぜヨシュア！お前を倒して俺はライムと一緒に元の世界に帰る！ビート、そんなことをしても意味がないんだ。君は騙されてるんだよ、黒いコートの人物にね。何？黒いコート？もしかして彼はおそらく僕たち共通の敵なんだ。うっせーっつーの！ややこしい話は好きじゃねえんだよ。出ろドリームイーター！なんで？しょうがねえ。ああ、やめたやめた。つまんねえ。強がるのは疲れるだろ。素直になりなよ。俺は今度こそライムを守りたいんだ。守りたいもの。
なんだこの眠気は。今やおとぎ話の中でしか語られない時代、世界は光で満ち、その光は目に見えぬキングダムハーツの恩恵だと信じられていた。キングダムハーツは対となるキーブレードによって守られており、それはまた誰にも触れられぬ言い伝えの中にあった。そんな世界に光を奪い合う勢力が現れ、世界が闇に覆われ始めた。その者たちはキーブレードを模したキーブレードを生み出し、キングダムハーツをめぐる戦いを起こしたのだ。それこそがキーブレード戦争。それによって一度は光を失った世界だったが、子供たちの心に残った光によって再生され、今もこうして無数の星の輝きとなって光を放ち続けている。キーブレードとは光と闇、二つの意志が重なっている。キーブレード戦争で砕けたそのかけらは、七つの純粋な光の意志と十三の純粋な闇の意志に分かれてしまった。そして本当の光、真のキングダムハーツは闇に飲まれたままとなったのだ。そのせいで多くの光の世界には未だ闇の存在がはびこっている。光は闇を生み、闇は光を求める。かつては光を奪うために作り出されたキーブレードであったが、光を守るために使い始めた者たちがキーブレードの勇者だ。あいつは、ネクもいない。俺が眠ってしまう前、ネクは黒コートに約束を果たせって言ってた。一体どういうことだ。ネクと黒コートは何か関係がある。ネクのパートナーもまだ見つかってないし、とにかくこの辺りを探してみるか。
さあ、ほっ、とどめだ。